めっちゃ指切れた。こっからここまで切れた。こうか。見えへんよな。はい、しげてない。ほら、全然違う話してる。なんかこの前も初めまして行くねって言ってなかった？美術の時にカッターでしょって先生に言ったら、なんか何て言われるかわからんかったから、何も言ってない。一生ティッシュで押さえてたら半分くらい赤くなった。知らん。めっちゃパカパカするくらい身がこうなってた。なんか脂肪みたいなやつが見えてて、こうなってた。もうなんかパカってなりすぎてて写真撮った。やばいくらい切れてた。もう気まずいから親にも言われた。あ、もう縫うくらい、縫わな治らんくないかってくらいパカってなってた。普通になんか流してた水で。だって騒いだら怒られそうじゃない。なんかあんなに注意してって言ってたのにって言われたら嫌やから。あんまり騒いでもなんか苦手な子おりそうやし。で、幼稚園入る前から仲良かった子は多分焦ってないけど、なんかヤバそうなのを刺してめっちゃティッシュ取ってきてくれた。で、いつも仲いい子はめっちゃヤバいってなってて、なんかもう早教室戻ってばそこ取ってきってずっと言ってた。その声のボリュームがでかいから、あれ先生に聞こえそうでめっちゃ大焦りしてた。1枚目のティッシュやったらもう全部赤くなっちゃったから、もうひたひた1枚っていうか、多分いっぱい取ってくれてたんけど、その子が全部赤くなったから、やばいこれやと。なんか板につくねん、そのカッター板みたいなやつ。だからカッター板に血がついたらバレるからやばいってなって、紙で隠して、でティッシュ新しいのに変えて、傷口が熱を持ってたら持てる、熱いなと思ってた。さっきからやっぱりそんな、だってめっちゃパカってなってて、脂肪みたいな。ここって脂肪あるん？分からんけど、血まだ出てんじゃん。なんか赤いで、だって染みてきてる。ほんまに写真見せたいくらい2枚撮った。やばすぎて。分からん、骨じゃない、骨までいってない。さすがに骨までいったら神経でわかるやろ。別に痛くなかった、痛くはなかった。水で洗ってる時が一番痛かった。ずっと当たってるから。ルームスには乗せられへんやろこんなん。
白いのっていうかなんか、うん、あれは白になるんかな、なんか黄色っぽい、白っぽい、白じゃなかった、なんか実って感じ。完全にパカってなってた。ずーっと押さえてたらなんかふやけてきたんかして、なんかこうなってた、ふやけてた。美術でなんか肩で買って、でさめっちゃなんかこれでさ切ったってなったらさ、ね、怒られると思ったからさ言ってないけどさ、誰にも。なんか他にも切った人おらんのかなと思ったら、幼稚園から仲良かった男の子も切ってて、切ったんって言って一番喜んでた。私が仲間がおると思って、でも見せてもらったらこんだけしか切ってないね、こんなちょっともうここだけみたいな、こんなんで切ったとは言わんでレベルで切ったって言って、もう甘い甘いと思って、深いし長いから私の、怒られてない、だって言ってないもん先生に。自分で拭いて自分で洗って自分でなんか絆創膏貼った、別に痛くなかった、なんか血垂れてきてたから、あやばいと思って。待って、サイちゃん来てる？10期のさ、ほんまに？ちょっと待って、そんなことありますか？さすがにみんな見えへんか。え、だってそれ見やんのさ、だってここでしか喋ってないもんな。見てたんや。え、ごめん、もうちょっとちゃんと喋ったらよかったな、すいません、こんなんで。切ったね。サイちゃんは中学生やな。一個下かな。すいません、こんなんで。ボサボサやし。先帰ってきたね、ほんまに。配信始める数分前に帰ってきた。中2か。あ、じゃあ1個下やな。ごめんね、さえちゃん。私はね、あれなんだよ。配信と全然違くてさ、人格が、本当に。ごめんね。どっちが本物なのかなってよく聞かれるんですけど、どっちも本物ではないというか。先行なんで、え、一個上やからもう先輩やと思わんでいいよ。同じくらいのレベルやと思ってもらって、なんなら同期くらいで。かわいい、ごめんよ。練習中そんな喋るときない。だってまだライブちょっとしかやってないやん。ライブ終わった後はなんか写真撮ってくださいって言ってくれたけど、先まで配信してたからか。レーニャが一個上やんな。そうやね、おもろいよな。
覚える覚えへんはもう気合いやろ。半分かそれ以上くらい覚えたよ。だいたい判別つく。なんかさ、3文字系、3文字なんかあーつく人多いやん、下の名前。あそこら辺が難しい。なんか難しい。ほのぴー来てほしかったな。リサちゃんとずっと言ってて、昇格発表ってなった時リサちゃんと隣に寄ったんやけど、ヘドバンで一緒やったから出るとこ、ほのぴーほのぴーって言ってたけど違かった。あれ今配信始めました、できた、もしかして。マリオほのぴめっちゃいい子やで。別に偉くはないよ、覚えたからって。万能って言い方はなんかモノみたいで好きじゃないけど、めっちゃいい子やで。なんかな、配信やったらな、なんかもうどんどん疲れてきてさ、なんか別にこれが素ってわけでもないし、これでもなんかいろいろ言っても伝わらんと思うけど、なんか本心はこっちなんでしょみたいな感じでよう言われるんだけどさ、別にそういうわけでもないねん。だからって別に公演の時の自分を全て取り繕ってるかって言ったら別にそうでもないし、全部普通やねん。これも確かに本性じゃないとは言い切られへんねんけど、向こうがじゃあ全部繕ってるかって言われたらそうでもないね。まあ配信見てる人には分からんと思うけど、見に来てくれる時もあるからさ、メンバーが。それこそアンジュさんとかもさ、来てくれるのは嬉しいんですけど、だからといって来ないでくださいっていうわけでもないねんけど、別に楽しい、楽しくないわけでもないし、時と場合による。だっていくらでも楽しそうにはできるよ。もう一回こうなったら何も何もできるから、確かに。ほのぴーほのぴーっぽくないっていうわけではないけど、ほのぴーのいつもの感じとは違うな。めっちゃ可愛い。でも写真の方ではただただ可愛いって感じ。ほのぴーじゃないみたいっていうのはちょっとなんかあれやけど、確かになんか印象は違うな。あったら面白いけど、もうな、なんかもうどうしようもないよな。入れ替え早いもんな。え、もうおらんかな、さえちゃん。さえちゃん
私もさいって呼んじゃうの。ええやんな。まだ若い子にはそんな折れてほしくないから、あんまり悲観でほしい。めっちゃ血出てくんねんけど、絶対まだ止まってないやんな。もうでも今何言っても無駄やな。でも何もせんでも痛いから、多分何しても痛いや。でも割と頑張ってはったやで。だってこの絆創膏のここの範囲超えてるもん。こっからここまで、ここまで切れてるから。ならもうここら辺触っても痛いから。別に何でもいいよ。菌入ったら何？腐るん。ギリ全部腐りすぎひんかったらいいよ。もう何でもいいねんな。腫れる？腫れるだけ？でも親に言うの気まずいやん。先生にも言ってないしな。近くに、あ、握手会やん。ごめんね、まだいたね、ごめんね、ごめんね。毎日配信、毎日配信はごめんね、こんなんで。気持ちが強い人ならこうならずに続けられる。あの、私が良くないだけで、続けれてる、卒業しはったけど、ゆなさんとか最後まで可愛いまま終わってたから、多分人によるんですよね。こうなったらダメだからね。ちゃんと曲がってない人ならこうならない。一番大事なのが中学生の時期なので、本当に大切にして。受験期大変やけど、ごめんね、こんな申し訳ないよ。薬持ってない。ああそうなん、全身に回んの。なあかんやつや。だってあかんくらいさ、パカってなってた。こうなってた。ほんまに写真見せたい。え、だってさ、ほんまにくっつくんかなってくらいさ、パックリいってたで。ペンギンがさ、こういうの苦手やからさ、ウェーイって店に行こうか迷ったけどさ、さすがになんか反応薄かった時のことを考えたらちょっと気まずいからやめた。でもジュッキーもな、見に来るんだったらな、配信もちゃんとしないとねとは思ってるんですけどね。まあ反面教師にするってことで。だって消毒痛いやん。だってめっちゃなんかもう脂肪みたいな感じだったで。超脂肪やった。圧迫してたらもういいよな。でもさよなら。気づかれたら言うわ。とりあえずさっき先生に言ってもいいかもしんけどな、切れたって。髪抜けなきゃ。さよなら。さえちゃんいるなら、反面教師に、すいません、こんなんで。さよなら。